語る、新兵器。新シリーズだと思った?残念、既存シリーズの派生シリーズでした。こんに新兵器、解説のさぎりだ。正直タイトル変える必要があったのかは疑問だよ。コンパンジャンドラム、聞く方の綾野だよ。さて長らくお送りしている珍兵器シリーズだが、実はちょっとした悩みを抱えているんだ。継続は力なのか。今、珍兵器が試されている。どっちかっていうと試されてるのは投稿者なんだよな。まあ悩みと言ってもそこまで大したものではなく、単にこの兵器紹介したいけど、動画にするほどの情報量を確保できないなぁみたいなことがぼちぼちあるってだけなんだ。割と最初期からある悩みよねこれ。これにより珍しいものをより詳しく紹介したいっていう凝り性が重なると、文献の創作や解読に時間がかかり、一次原稿は複雑化し遂行は難航、うぷ主の体力は続かず、体調も安定せず、投稿ペースは遅れ、最悪原稿は没になるという誰得スパイラルが発生してしまうんだ。要は時間と手間かけて没原稿作る際の変わら状態なわけだね。そこでそういう兵器をごく簡単に紹介するための派生シリーズを作ることにしたわけだ。ハイロー、ミックスかな?というわけで今回から簡潔さを重視した、ざっくりで語る珍兵器、お送りしていくぞ。ざっくりだから一つ一つの解説は短かったりするけど勘弁ね。またここで紹介した兵器でも十分に情報が集まったものについては改めて動画にする可能性はあることをあらかじめ断っておくぞ。推し兵器がある人は情報を集めて叩きつけてみようね。可能性は無限大だ。では早速紹介に移ろう。まずはこれだ。デュランダル滑走路破壊爆弾だ。こいつは投下されるとパラシュートを開いて姿勢と時間を調整し、その後パラシュートを切り離すと同時にロケットモーターに点火して時速900キロで滑走路に突入。地中に深く突き刺さってから爆発することで修復困難な大穴を開ける特殊爆弾。という、第一次ブラックバック作戦当時の英軍が泣いて喜びそうな兵器だぞ。あの時はあんまり滑走路の被害がなかったもんね。ちなみに実戦投入は1967年からの第三次中東戦争が初めてで、その際にはアラブ諸国の滑走路をめちゃくちゃに破壊して戦闘機や爆撃機の半数を離陸不能に追い込み、その多くが地上撃破されるという戦果を挙げたそうだ。フォークランド紛争は1982年からなんだし、イギリスちゃんも採用しておけばよかったのに。まあ、この爆弾フランス製だから。あっさし。お次は BF-1 と一丸用の旋回式航空ロケットタレットだ。よっぽど敵戦闘機からの自衛に悩まされたと見える。ベースは RZ-65 航空ロケットで、これを好きな方に向けてぶっ放せるらしい。横に向けて撃ったら風圧であさっての方向に飛んでいきそう。翼安定式じゃなくて先天安定式だから多少はマシだと思うぞ。で、戦果はあったの?そんなにちゃんと調べてないから詳細はちょっとわかんないけど、多分大したことない。そっか。一方ソ連も自衛用ロケットを積んだ。何が彼らをロケットに駆り立てるにゃ。威嚇効果かなって。そしてこちらはスターリングラード戦で輸送任務についてたらしい HE-177 だ。輸送任務用なのに顎がやべえことになってる。この顎には対空砲対策の MK-101、30mm 機関砲を積んでいるそうだ。それと比べるとマイルドな JU-88 の画像がこちら。機銃の付け方も紹介も雑。なんでも JU-88A4 に4艇の MG-81 を追加して駆逐機仕様にしたものらしい。上にあるのはもともとある機種機銃の MG-15 だ。合計5艇だけど、たかが 7.92mm 機関銃でどこまでやれるのやら。これがわからない。お次はソ連のプケロフさんが考えたマンタみたいな形の飛行機だ。1933年に輸送機として設計されたぞ。これがリアルフライマンタか。4分の1のスケールモデルこそ飛行に成功したものの、操縦性も安定性も不十分だったので開発中止になったらしい。ダメだったか。で、これは初期に試作されたカーベヤ人の画像だ。一方ソ連は砲を2門積んだ。どうも多砲塔戦車あたりの影響を受けたのか最初は 76.2mm 砲と 45mm 砲を並列装備していたんだが、ご存知の通り後に 76.2mm 砲のみに改められたぞ。このパターン前にもあったね。おっそうだな。そしてお次は第一次世界大戦中のアメリカで塹壕戦のために試作されたらしい火炎放射銃剣とかいう兵器の写真だ。何?この、何?火炎放射とはいうものの、銃剣の下にいわゆるドラゴンブレス弾みたいなカートリッジをつけてあるだけのようだ。目的も火炎放射器とは異なり、目くらましや陽動に使うつもりだったらしい。苔脅しにしちゃ手が込んでるね。
しかし重心が銃の先端に偏る上に点火に問題があり、結局計画は1919年には中止されたそうだ。やっぱり今回もダメだったよ。で、こちらは前にも紹介したビッカース、ビクトリー爆撃機計画の試案。やっぱり君前後の向きおかしくない？それな。この、ビクトリー爆撃機は、イギリスの発明家であり航空機設計者でもあるバーンズ・ボリスがビッカース・アームストロング社にいた時に提案した大型戦略爆撃機で、ドイツの戦略目標に向けて2万2000ポンドのグランドスラム地震爆弾を投下する目的で考案されたようだ。ランカスターでよくない？計画当時の英空軍はまだ4発の爆撃機を持ってなかったんだ。なるほど。というわけでランカスターの運用に目処が立つと開発は中止されたぞ。エコーブギオン少女ベル。お次は魔改造ガバメントだ。信じて送り出した M1911 が世界中で魔改造されるなんて、権利的なあれもあるからしゃあない。フリー素材だったか。この写真はアメリカが第二次世界大戦に参戦する1ヶ月前にアバディーン試験場で撮影されたもので、当時暇を持て余していた陸軍の誰かが取り外し可能なショルダーストック、拡張マガジン、長い重心とスライド、そして人目を引く穴あき冷却ジャケットの装着などの改良を行おうとした結果がこちらというわけだ。何でもゴテゴテつけりゃよいってもんじゃねえぞ。というわけで軍用拳銃としてすでに完成されていた M1911 ガバメントにかなうわずもなく不採用で終わったようだ。残念でもないし当然。お次は迫撃ライフルだ。これは太平洋戦争初期の島嶼部での戦闘で、陣地を潰せる火力があって軽便な兵器を欲していた米海兵隊員がひらめいた改造兵器らしい。肩が死にそう。一見するとかなり雑な改造に思えるが、ジャングルでの戦闘では海兵隊員一人で運用でき機動力を持つ迫撃砲はかなり有効だったらしい。もちろんこの兵器は肩からの発射を意図したものではなく、引き金機構とジータの両方の役割を果たすライフルストックをつけることで設営を簡略化した迫撃砲といった趣の兵器となっているな。よかった、これを肩からぶっ放して骨折する海兵隊員はいなかったんや。この写真では重いバイポッドがついているが、ほとんどの場合は機動力を重視してバイポッドは使わず、砲手はストックを地面に押し付けつつフォアグリップを掴んで照準を合わせていたらしい。なんか日本の敵弾頭みたいだね。影響は受けているかもしれないな。そんな迫撃ライフルにインスパイアされて開発されたのがこの一人用迫撃砲だ。写真は1943年9月にアバディーン試験場で撮影されたそうだ。完全に肩からぶっ放そうとしてるんですが、それは実はその通りで、このバイポッド付きの 60mm 迫撃砲はトリガー操作で肩からぶっ放すぞ。一応中隊機はついていたが、車種は2、3発で交代する必要があるらしい。油断すると2モーターよろしく骨折しそう。また左側のシンプルな照準器を見るに、バイポッドがかなり伸びていないと間接射撃できない欠点が見て取れるな。さっきの即席品の方が優秀じゃねえか。お次は見ての通りのくっそ雑な M1 カービン用即席銃剣だ。なぜこんなものが？どうも当初は M1 カービン用の銃剣がなかったため、トレンチナイフをテープ止めしたらしい。この写真が撮られた2年ほど後に正式な銃剣が用意されたので無用の長物となったぞ。むしろ2年も現役だったのか。でもってこちらはバックパック式機関銃。あら素敵。これは M1919 機関銃をいい感じに背負えるように調節したものらしい。肩から下ろして専用の四脚に乗せると素早く展開できたらしいぞ。これ割と良いのでは？見た目が珍しい枠での採用だ。そっか。で、こちらはモホーム反動砲だ。モホーム反動砲。一言で言うと米軍が空挺部隊向けにドイツの 75mm 反動砲をパクったものだ。パクリ元が優秀だし割といけるのでは？残念ながらバズーカの採用でいらない子宣言されたぞ。おう。こちらは1945年に撮られたドイツの音波砲と思われる兵器の画像だ。何それ？メタンと酸素の混合物をパルス状に爆発させることで発生する強烈な音波を指向、集中させて敵を攻撃する兵器らしいぞ。破壊力やいかんに。今研究されている音響兵器以上のものにはならないと思うぞ。まあ。さてさて、お次はリボルバー式バズーカだ。誰かやりそうとは思ってたけど実在してたんか。写真は1947年10月14日。メリーランド州アバディーン試験場で撮られたもので、リボルバー式の弾倉に3発の弾を収めた M9 バズーカって感じの兵器だ。ロマンあふれる見た目だけど、バズーカの機動力を見るからに殺してて草。一応連射と再装填を素早く行えるというメリットはあるんだが、結局成功はしなかったようだ。残党。そんなバズーカ改良計画を発展させたと思われるのがこいつ、マガジン9弾式スーパーバズーカだ。もはやハイパーバズーカでは？
この写真は1950年2月23日メリーランド州アバディーン試験場で撮影されたものだが、朝鮮戦争には間に合わなかったそうだ。そもそも正式採用されたのかな？これがわからない。さて、今回はここまで。チン兵器の詰め合わせ、いかがだったかな？ざっくりな詰め合わせだからあんまりチン兵器っぽくないのがあっても気にすんな。では、また次回の動画でお会いしよう。ざっくり、ご期待ください。ご視聴ありがとうございました。